まあいっぱいっていうところが本当に最後のあいなく戦だったので、まあ、悔しいの一言に前半戦振り返ると尽きるんですけど、まあ、それよりもまず前半戦、まあ、今季戦うにあたって9節のところのあいなく戦っていうのがすごく重要になるのはもう分かってたし、私自身もすごくそこへの期待というののプレッシャーは感じていたので、そこまでにこけないようにとか、まあ、あいなく戦に万全で、万全というのはコンディションもそうですけど星取り表もそういう勝ってもひっくり返らないとか、まあ、首位攻防っていうところの意識はすごく持ってたので、そういう意味では本当に苦しい戦いの連続でしたね。正直言うと半端じゃないプレッシャーを感じていて、 でもやっぱり実際にこうクラブの人たちがいろんな準備をしてたりとか、いろんな人たちが告知してくれてたりとか、応援してくれてるよ、応援していくからねとか、いろんな人たちに言われるとやっぱりプレッシャーに思いながらも、いや絶対そういう人たちの期待に応えたいなっていう思いの方が、まあ、前半戦強かったのは確かですね。今年は去年は本当にいろんなことがあったので出だしちょっとつまずいた感があったんですけど、でも今年はすっとリーグに入っていけたかなっていう印象がありましたね。もうなかなかベストメンバー、自分が思い描いてたベストメンバーが揃わないっていうのが一番ちょっと、まあ、大変っちゃ大変だったんですけど、ただまあそこを補えるだけの選手、まあ、それと今年は後アンダー20オリンピックロンドンもあるし、アンダー20もあるし17もあるってことで、もともと同じメンバーで戦えるのが前期しかないっていうのがあったので、そういう意味ではその、まあ、怪我をした選手が多かった分試せた選手もいたし、まあ、その時に出た課題とかもリーグ中に修正できるっていう、まあ、元になったので、まあ、ポジティブに捉えて、ただもうとにかく前半は、まあ、今だから言えるんですけど、まあ、内容というよりかは結果、とにかく結果を出すことっていうことが自分の中でも一番大きなミッションだったなと思ってますから、そういう意味では入り自体は結果としては良かったと思ってます。攻められてないわけじゃないんですけど、やっぱりそこはしっかり守れるようになったし、カウンター、まあ、去年本当に失点の多くがカウンターだったんですけど、相手のそこに蓋をするっていうことも、まあ、去年からずっと意識づけはして、攻守の切り替えってところで意識づけはしてきたんで、それを選手が本当よく、まあ、自分たちのウィークじゃないんですけど、やられるとしたらそれしかないっていうところもよく分かってる中で、きちっと攻守のところができてたっていうのが、前半戦失点しなかったっていう大きなところだと思いますね。伊賀戦ですよ、引き分けちゃった。やっぱりもうこれは自分自身の反省でもあるんですけど、まあ、引き分けの中で選手と自分とのこう何ですかね、まあ、ディスカッションがなかなかできてなかったところも自分ではなかなか気がつかなかったし、自分はこう思ってる、伝えたいことがうまく伝わってなかったっていうのが、そのまま試合の結果として出た試合で、もうあれはもう一生懸命私の言うことというか、求めることを忠実にやってくれた選手がまあ出した結果で、それは自分の全てがちゃんと伝わってなかったっていうことが改めて出た試合だったので、一度選手には本当素直に謝って、伝え方は全くなってないよねって、でもう一回チームとしてみんなとディスカッションしながら共有していきたいっていうのを言って、まあ、ミーティング重ねて、そこからはすっきり、うん、まあ、互いにそうですけどすっきりやってて、なんとなくこう結果出さなきゃっていうのがあって、ちょっとなんだろう、選手たちのうまくコミュニケーションが取れてなかったんだなっていう反省材料になって、また選手たちもそれを機に意見を言うようになったし、それが後半、まあ、前半の後半戦は、まあ、点もきちっと取れて勝ってきたっていうところにあったのかなと思います。すごい自分自身ではそこでなかなかうまく伝わらないなって思ってたことが、なんで伝わらないんだろうって思ってたことが、まあ言ったら
自分の伝え方が悪いんだっていう単純なんですけど、本当にちょっとずつのズレが積み重なっていったのが伊賀戦だったと思うんで、私はまあ引き分けで悔しいですけど、本当に結果出なかったのは悔しいですけど、でもこれからのベレーザにとっては大きな意味があったなと思います。勝ちたかったですね、本当にね。まあもういろ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 言い出したらそこはキリがないんですけど、ただ1点先制されたっていうのがそれまでの戦いの中になかったので、後半やっぱ逆転したっていうのはすごく、うん、まあ私としては選手を褒めてあげたいし、そこに持ってったっていう、慌てないでも絶対自分たちでできるっていうのをハーフタイムでも話して、それ実際に逆転したのは良かったと思います。ただもう最後追いつかれたっていうのも、うん、逃げ切れなかったっていうところは、まあ、戦い方ももちろんあるでしょうし、でもそこは浦和レッズさんも真剣にやってきてたところだったので、一瞬の隙を逃さずというところがあったので、まあ、言い訳抜きで、まあ、試合は本当悔しいだけですね、うん、ただただ悔しいっていう楽しさ、まあ、私自身はすごく、まあ、勝てばひっくり返るっていう、うん、皆さんの期待になんとか最後持ってこれてっていうのと、まあ、選手本当によく頑張ってくれて、黒丸一個もなく、うん、これで多分アイナック戦を迎えるにあたって勝ってもひっくり返らないっていうのが一番望んでなかったことだったし、自分たちもそんなの絶対望んでないし、そこがあったので、そこの意味ではそこまでの戦いを本当に選手たたえてあげたかったんですね、まずは。でもアイナック戦を迎えるにあたって、今回は当たって砕けるとかじゃなくて勝ちたいっていうのが一番大きくて、もう引き分けとかじゃなくて勝ちたいっていう思いが多分みんなも本当強かったと思うし、私自身も強くて、でまあいろいろ試行錯誤で策は練ってたんですけど、まあ、最終的には受け身にならないで前から行こうよっていうのが暗躍戦を前にした、まあ、チームとしての答えというか、で、まあ、実際選手が本当にまあ、ギリギリの中でギリギリの駆け引きの中でよくやってくれて、自分自身は追い詰めたという、うん、確かな手応えはすごくあって、ただやっぱり結果は真摯に受け止めていて、勝ったのはどんな形であれ、スコアどうあれ、アイナックだったっていう、ですから内容と自分たちが求め理想とすることと現実と勝負っていうことのいろんな面を、まあ、また強化できるっていう意味ではすごくいい試合だったし、でも試合は本当に選手、うん、選手が、まあ、素晴らしかったと思います、うん、今年の、まあ、一応冒頭から言ってるロンドンがまずあるっていう、もうこれ今はカップ戦ももちろんそうなんですけど、日本の女子サッカーの、うん、これからがかかる本当に大きな大きな意味のある大会なんで、やっぱり代表にそこに何人出せるかっていうのはやっぱりすごく、うん、大事だし、で、まあ、そういう選手たちには、代表に選ばれた選手たちにはそこでしっかり結果出してほしいっていうのがあるので、そういうコンディショニング、それから次その後アンダー20があって世界大会があって、その後アンダー17の世界大会が続くっていうところで、ここから先オールメンバーで試合に臨めるっていうのはなかなかないんですね、ほぼないに等しいんですね。ですからもうチームそこで一丸となって、でも本当に国のためにやっぱり女子サッカーのために、うん、代表して頑張ってほしいっていうことと、まあ、あとそれとベレーザのサッカーっていうものと、そこはすごく大変なんですけど、でも誰が出てもどんな選手がその日コンディション等々考えながらやってもできるように、モチベーションのとことか特に気持ちの部分とか、そういうあんまり複雑に、うん、戦術とかもしないで誰が出ても自分で考えてできるように、これから少し課題を、そこに課題を置いてやっていかないと、この選手がいなかったらダメとかっていうのではなくて、やっぱりコンディションのいい選手がみんな出てそれなりに頑張っていけるようにしていかないといけないっていうのが、まあ、後半戦のポイントになるのかなっていうのがありますね。必要じゃない選手は一人もいないっていうのを、まあ、それは自分のスローガンなんですけど、
全てが必要な選手っていうところで、ここから先は言ったら多分そう言っても現実的には結構厳しいと思うんですね。いろいろ抜かれたりとか、まあ、今もそうですけど、リーグ戦終わってすぐにキャンプで、8人ぐらいごっそりいなくて、ですぐカップ戦迎えるとか、でも、もうそういうことは言い訳にしないで、なんか私はむしろ、前半戦よくみんなで一丸となって戦って、あるところの自分たちの目標の結果、あと一歩届かなかったんですけど、そこのそれは最終節に取っといてっていうところのまでよく頑張ってくれたんで、ここからは少し、いろんな意味でリスク怖がらないで、ちょっとそういう状況も楽しめるような、前向きでそういうのが前面に出るようなサッカーができたらなと思って、ちょっと大胆にいきたいなと。